はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、僕は工場に勤務しています。工場では毎日単純作業の繰り返しで何のやりがいも感じません。給料は上がらないし、仕事はつまらないし、やりがいのある仕事とか自分の好きなことを仕事にしている人たちがとても羨ましいです。こんな僕はどうやって生きていくのがいいと思いますか、というご質問なんですけど、この方は工場で働いてて単純作業の繰り返しでつまんない、やりがいがないっておっしゃってるんですけれど、仕事ってそういうもんですね。ほとんどの仕事がね、実際そういうものなんですよ。それは誰でも何か新しい仕事を始めた時っていうのは、新しいことばっかで新鮮だし、仕事を覚えて自分がね成長していく、向上していくっていうのが、それが喜びになったりとか、楽しく感じたりとかっていうのはあるんですけど、しばらくするとですね、大体同じことの繰り返しになっていって、新鮮さがなくなっていって、つまんなくなっていって、それによってストレスを感じたりとかっていうことはあるんです。誰でもね、大体ね、ほとんどの仕事は同じことを繰り返してるんです。例えば僕ら医療従事者でもそうだし、あとサラリーマンの方、公務員の方、あと職人さんとか、あとは何か商売をしている人、お菓子屋さんとかパン屋さんとか、ラーメン屋さんとかね、そういう仕事をしている人も大体毎日同じことの繰り返しなんです。医療従事者見ても、僕ら医者だって大体毎日同じようなことをね繰り返してるんですよ。あと歯医者さん、薬剤師さんだってそうだし、看護師さん、検査技師さんとか、OT さん、PT さん、あと介護士の方々、保育士の方々とかも、大体毎日ね、同じことを繰り返してるわけなんですよ。僕は美容外科医っていう仕事をしてて、それが本業なんですけど、大体毎日同じことを繰り返しですよ。患者さんカウンセリングして、これしましょうって言ってね、手術したり、注射したり、レーザー当てたりとかして、毎日大体それのね、繰り返しです。はい。もうずっとね、15年以上同じことを繰り返してるんですけれど、で、それはね、中にはね、多少ね、アップデートしていくこととかもありますよ。例えば、新しいね、海外の論文でね、新しい手術方法ができて、で、それをまたね、そういう方向に向かっていくとかね、新しいことをしていくとか、新しいレーザーの機械とか入ってきて、それをやるようになったりとか、新しい薬が入ってとかね、それは多少アップデートはするし、あとはそれ以外でも日々ね、学びとかあるんですよ。患者さんにこういう説明して、これで患者さん喜んでいただけたから、これからもこういうことをやっていこうと、新たにこういう方法でやっていこうとかね、日々、進歩したりとか学びっていうのはあるんですよ。大体みんなそうで、それは中にはもう転職を繰り返す人っていうのもいますよね。一部の人はいろんな仕事をチャレンジする人とか、そういう人は別なんだけど、でもどっちかというとそういう人って一部でやって、ほとんどの人が一つの仕事をずっと続けていくっていう人が多いわけです。そういう人が大部分なわけですよ。だけど毎日同じことを繰り返していても、みんながみんなやりがいを感じないとか、つまんないストレスを感じるっていうわけじゃなくて、中にはその仕事にすごいやりがいを感じてて、すごく仕事を楽しんでる人で、全然飽きないで続けてる人とか、あとストレス感じないで働いてるっていう人もね多いんです。だけどやっぱりその逆で、質問者さんと同じように、仕事にやりがいを感じなくて、仕事がつまらない、楽しめない、すごくストレス感じるとか、もう飽きてしまったっていう人もねいるわけで、同じ仕事でもその2つのタイプがいるわけですよ。じゃあなんで同じ仕事なのに2つのタイプがいるかっていうと、その2つのタイプにはですね、決定的な違いっていうのがあるんですよ。それ何が違うかっていうと、まず仕事にやりがいを感じない人、すごくストレスを感じながら働いてるっていう人は、大抵の人が仕事っていうのはそのお金のために仕方なくやってるんだっていう考えでやってる人が多いんですよ。お金を稼ぐため、やっぱり食べていかないといけない、生きていかないといけない、家族を養っていかないといけないので、仕方なく仕事してるっていうことは、仕方なくやってるってことは、やっぱり仕事イコール苦痛なんですよ。苦役になっちゃうんですよ。
だってお金のために嫌なことを我慢してやってるんだって自分で認めてるわけですよね。やっぱりそういう考えだと仕事にやりがいを感じないんです。ですごくストレス感じるんですよ。だって自分自ら自分のやってる仕事はつまんなくて苦痛でいやいややってる、もう金のために仕方なくやってるんだって自ら認めてるわけですからね。でその逆で仕事にやりがいを感じてる人、あんまりストレスなく働いてる人っていうのは自分の仕事は世の中のために役立ってるんだとか人の役に立ってるんだっていうのを実感しながら感じながら働いてる人なんですね。まあ例えばですね、この質問者さんは工場で単純作業をしてるっておっしゃってるんだけど、まあ、何を作ってるのかっていうのは書いてないからわかんないんですけど、何かを作ってるんですよね。でそれによって対価を得てる、お金を得てるってことなんですけど、じゃあ例えば工場でネジを作ってるとしましょうか。じゃあその人が作ってるネジっていうのはそれによって何かができてるわけですよね。まあその人が作ってるネジは必ず誰かの役に立ってるんですよ。まあ、例えばそのネジでおもちゃが作られてたとしますよね。おもちゃの部品、まあ、一部にネジが使われてたとしましょう。ってなるとそのおもちゃを、まあ、子供たちがプレゼントしてもらうとか自分のお金で買ったりとかして、でそのおもちゃで遊んで楽しんでるわけですよね。で子供たちが喜んでるんですよ。で例えばそのネジがね、ネジによってテレビが作られてるとしますよね。でそのテレビができて、それが家電屋さんで売られて、でそのテレビがねある家庭に行って、みんな一家団らんでねテレビ見ながら楽しんで、みんな仲良くやってると、でこのテレビ買ってよかったって思ってくれてるわけじゃないですか。でおもちゃもらった子供たちはそのおもちゃでね楽しんで、このおもちゃが手に入ってよかったってね喜んでもらってるわけですよ。必ず人の役に立ってるわけなんですよね。なので自分のやってる仕事によって世の中の人を喜ばせてるとか役に立ってるって感じると、人間って誰でも必ず嬉しくなるんですよ。で楽しくなるんですね。でそういうことを感じながら仕事してると苦痛じゃなくなるんですよ。ストレスがね感じなくなるんですよ。まあ、それはねやっぱり労働ってね多少のストレスもあるし多少の苦痛っていうのもねあって当たり前なんですけれど、それでもただ単に自分は金のために仕方なくこの仕事をしてるんだって思ってる人よりかはですね、まあ、人の役に立ってるんだ、人を喜ばせてるんだって感じながら働く方がですね、うんとストレスもなくなって苦痛もなくなるんですよ。っていうのは人間っていうのはですね、自分がした行いによって人に感謝されるとか世の中の役に立ってるって感じるとですね、その嬉しくなるっていうその本能があるんです。これ必ずっていうのは、人の役に立ったりとか人に感謝されたりとかするとですね、その脳内で快楽物質が分泌されるんです。まあ、ドーパミンとかオキシトシンとかエンドルフィンとか、まあ、これ太古の昔から、まあ、人間がね人間社会で生きていくために備わってる本能なんですね。これ石器時代からあると思います。人のために狩りをしてね、その獲物を取ってきたって、わあありがとうって感謝されれば嬉しいし、そのなんだってね、家の中でねこういう土器を作りましたとかね、石器を作りましたとかね、服を作りましたどうぞって言えばありがとうってね感謝されて、やっぱりそれで嬉しいからその仕事をしようとみんな頑張るわけなので、それ本能的にあるんですよね。なのでまあ仕事以外でも、例えば困ってる人を助けた時なんか、それで感謝されればですね、誰でも嬉しいんですよ。道に迷ってる人がいて、あっちに行けばいいですよって、どうぞってご案内しますよって、でありがとうございました、助かりましたって、感謝されればですね、誰でも嬉しいわけだし、あとはその子供にね、お菓子あげるとかね、まあ、子供になんか絵を描いてあげて渡すとかで喜んでくれればね、まあ、誰だってね、感謝されればね、嬉しいわけですよ。うん。なので、お金のために、やったわけじゃないじゃないですか。その困ってる人を助けるとか子供にお菓子あげるっていうのはお金のためにやったわけじゃないんだけれど嬉しいので、まあ、仕事っていうのはやっぱりお金をもらうっていう目的もあるんだけど、世の中の役に立ってるっていうそういう役割もあるわけなんですよ。
って言うとですね、やっぱり一部の人はその感謝されるよりお金が欲しいんだって、その感謝なんかいらないからお金が欲しいんだって言う人もいると思うんだけれど、やっぱりね、実際にはやっぱ感謝されると嬉しいわけです。なので確かにそれはお金もらった方がね嬉しいとは思うんですけど、やっぱりそのお金もらって嬉しいって、やっぱりそのお金で物を買ってそれが喜びになるから嬉しいってわけじゃないですか。そのお金でサービスを受けて嬉しいからっていうのもあるんだけど、でも人間の喜びってその物とかお金以外でも他人から感謝される、役に立つっていう、その喜びだってやっぱり喜びなんですよね。同じ喜びなのでっていう感じなんですけど、だけどその例えばこれがですね、接客業とかやってて直接お客さんから喜んでもらえるとか感謝してもらえるっていう仕事だとすごく分かりやすいんですよ。例えばラーメン屋さんで美味しいラーメンを提供して、美味しかったありがとうってまた来るよって言われればすごいラーメン屋さん嬉しいんですよね。であとサービス業、マッサージとかして、あ気持ちよかったありがとうってまた来るよって言われれば誰も嬉しいんですけど、まあ、そういう直接お客さんと接する、業種の人の方が喜びをね味わいやすいんだけど、この今回の質問者さんは工場で単純作業をしているので、直接その作ったものを人に渡して喜んでもらえるっていうのを実感していないから余計にそう思うのかもわからないので、まあ、まずですね、自分の作ったものが人の手に渡ってその人に喜んでもらってるっていうのを想像することがですね大事だと思います。その商品をもらって喜んでる人の顔を想像してそれをやりがいにするっていうのがね大事だと思います、はい、っていうことなんですけど、まあ、最近ファイヤーっていう言葉がすごい流行ってるじゃないですか。ファイヤーっていうのは早い段階でね、人によっては40代50代とかで、まあ、お金貯めてもう仕事を辞めてしまって、で今まで貯めてきたお金を使って生きていくとか、まあ、それを投資に回すとか、いろんなタイプがあると思うんですけれど、ファイヤーする人って結構な人がですね、仕事を辞めて人生がつまらなくなったっていう人が多いんですよ。なんか生きがいがなくなったとかっておっしゃる方多いんですよ。社会とのつながりがなくなって、なんかファイヤーなんかするんじゃなかった、仕事しとけばよかったっていう人とか、結局ファイヤーしたんだけどまた何かの仕事始めるっていう人ね、結構多いんですよ。でファイヤーする前はもう仕事なんかつまんないからもうやめて遊んで暮らすんだって、好きなことして生きていくんだって思ってるんだけど、実際ファイヤーしてみて仕事一切しないと人生がつまらなくなって、まあ、結局なんか誰の役にも立ってないっていう人生になって、で生きてる意味が分からなくなったっていう人で、結局仕事始めたりとかする人っていると思うんですよ。これなんかまさに、実は今まで自分がやってきた仕事っていうのは人の役に立っていて、人から感謝されてそれが喜びになってたんだけど、それがなくなったことによって人生がつまらなくなった、生きがいがなくなったっていうタイプだと思うんですね。なのでファイヤーしてもちろん喜んでね楽しく生きてる人もいるんだけど、結構ファイヤーして後悔してる人もいるので、なので僕はそれが分かってるんで、僕自身は多分ファイヤーすると人生つまらなくなるんだろうなっていうのが感じてるので、僕はファイヤーしたいってね全く思わないんですよね、実はね。まあそれもちろん人それぞれ考え方違うと思います。はい、っていうのが、今日のご質問の答えです。ご視聴ありがとうございました。